私は昨日数学の課題が終わらなすぎて4時に寝たんですね。で、今日6時に起きて2時間しか寝てなかったから、今学校から帰ってきてもう爆睡をして、現在の時刻夜の9時半です。一斉のおせ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、新学期が始まってやっと JK になったということでですね、 JK なんで服もちゃんとしたいじゃないですか。ということでバーン、グレイルさんで16,000円分いっぱいねお買い物をしたので、今回はたくさんね購入品を紹介していこうと思います。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでですね、早速やっていきたいんですけど、結構 TikTok とか、まあ、インスタとかもそうなんだけど、グレールめっちゃいいみたいなのがすごい流れてくるんですよ。そうだからなんかすごく気になってて、とりあえずね、バンと開けてみたいと思います。せーの。いざ、オープン!でん!うわ!すごい!パンパンに入ってます。では、一個ずつね、取り出していこうと思います。ということで、一個目はこちら。じゃじゃん!これ!結構お得というか安いのにさ、生地もすごいしっかりしてて可愛い。これちなみに多分ワンピースじゃーん。おー、こうか、こちらです。じゃーん、こういう感じのワンピース。あ、いいじゃん。これこうシンプルすぎるんじゃなくて、これをね、じゃん、こういう感じでねやるんですよ。わかるかな、これを付け加えてのデザインなのね。じゃん、まあ、こういう感じのねデザインになります。可愛くない?すっごいガーリーな、まあ、大人のワンピースみたいな感じなので、こういうのすごい憧れてたんでね、めっちゃ嬉しいです。いや、ワンピースって本当にこうで組まなくても、こう、一個決めるだけで、絶対それさ、当たりじゃないですか。だから、ワンピースは神です。次は、ババーン!これもあれだな、似たような、似たようなとか言っちゃダメ。みんな似たようなって思っちゃダメですからね。全然違う。バーン!これはね、結構ガーリー。え、かわいい!じゃーん!こういう感じのワンピースです。ここにリボンがあって、まあブラウス。で、肩上げなんですよ、ここがね。はい。で、じゃーんというね、こういう感じの。あ、丈ちょうどいいじゃん。こういう感じのね、黒いワンピースですね。後ろはこんな感じ。すごいフリフリしてて、すごいガーリー、ガーリー、ガーリー。って感じなんですけど、それがまた可愛くてね、夏本当にワンピース着たかったんで、めちゃくちゃ嬉しいです。次、こちら、じゃーん、じゃん、ブワーン。これ何かというと、わっ、可愛い。うわー、これは何かというとトップスなんですけどね、これ上はこういう感じで、まあこういう、なんていうのこれ、ビスチェじゃないけど、まあなんか中に着る。で、この上に、じゃん、これを羽織ると。ツーウェイなんですよね。ボレロブラウスは前後どちらでも。そういうことか。こんな感じでね、まあ前と後ろどっちでもいけるよっていうツーウェイタイプなんですけど、私はリボンが前かなって思いますね。こういう感じでーす。じゃーん、可愛くない？そう、こういうのすっごい憧れてたのね。で、こういうのはちょっとやっぱ高校生じゃないと着れなそうだったんで、初めてこういうのに挑戦してみます。超可愛い。今回はガーリー系で攻めてみました。じゃーん、こちら、ガーリーとか言った後にすぐカジュアルなんですけど、じゃーん、可愛くない？普通にトップスです。こういうね、緑のこういう感じのしましまなんですけど、これはまあシアーシャツとかの中に着たいなと思って、これしましま着ると絶対可愛いんだろうなって思ったので、これを選んでみました。え、すごいしっかりしてて、これもいい感じです。色はサイアンドカール。ほこりが、私ほこりアレルギーなんですけど、ほこりが急に来た今。ふう、次、こちら、じゃーん。じゃあ何かというと、ジーパンでーす。あ、丈最高に良き。ただその形が合うかって問題なんだけど、とにかくこのダボっとしすぎてない、でもピタッともしすぎてない、さ、ちょうどいいライン。これ S サイズなんですけど、今までぴったりでしたね。よかった。まだ履いてないけど、足の太さの問題だからな。また後で着てみたいと思います。次はこちら、じゃーん、インナーですね。こういうインナーです。そう、なんか普通になんか
こういう服を着るときにここでここが出ちゃう、ここが肩のところが出ちゃうのがすごく嫌だったので、ここで止まるやつを買ってみました。そうすればさ、これもね着れるじゃないですか、っていうのを YouTube で見たのでここで止まるものを買ってみました。まあこれだけで着てる方もいたんですけど、インナーとして使おうかなと思います。次はこちら、じゃじゃーん、こちらもワンピースです。これはねデザインがね好みだったので、も多分これ見た瞬間みんなグレイルってわかると思う。すごい人気らしくていろんな人が着てるので、そう、まず上にはこういうものがねありますね、シアーの。え、可愛くない？多分これでこうして、え、超可愛いじゃん。あ、ちょっとあのなんか蜂取る人みたい。え、違う、これだけじゃないんですよ、全然これだけ。これを着たらちょっと変だけど、じゃん、中に着るワンピースですね。これ可愛くて下の部分がねこうやって広がってんの、これが超可愛いじゃん。じゃーん、こういう感じのお洋服です。え、可愛くない？まあ、このワンピースだけだとちょっとなんか大人っぽすぎるし、なんかママさんコーデみたいな感じが、やっぱ JK 感を出すにはこれシアーとかがあるとね、もうめちゃくちゃ可愛いということで、こういう感じのワンピースになってます。これはね私だから着こなせるかわからないですけど、高校生にもなったしたくさん着ていきたいと思います。次、最後ですね、シューズです。じゃん、これ実は2年前ぐらいからずっとカートに入れてて、やばくない？2年前ぐらいからもうずっと欲しいと思ったの。それがこちらです。じゃん、たっかこんな高いの買ったことないかも。じゃん、夏のサンダルです。これ何センチあんの？普通に考えて、ちょっと待って、こんな高いの？すごいね、こんな高いよ、見て。え、履いてみよう。え、あ、足めっちゃぴったり、めっちゃぴったり。これ何センチにしたんだろう。え、高っ。あ、やばい、これ規格外の高さになるし、足激細に見えると思う。すごいね、この高さ、ちょっとやばい、見て。てかスウェットにこれが似合わなすぎてみんなびっくりしちゃってるかもしれない。とりあえずこのあのヒールはすごいしっかりしてるのに背が高くていい感じです。もう漏れそうですね、トニックね。160センチに見せていきたいと思います。高身長ひめひめで生きていきます。ということで、とにかくですね、気になったお洋服を2点ぐらい着てみたいと思います。シュー、はい、1点目着てみました。じゃん、え、ズボンさ結構いい感じじゃん。え、普通にいい感じじゃない？ちょっと待って、じゃん、結構いい感じ、マジでダボっとしすぎないで、でもピタッともしすぎないで、え、これいいね、よいしょ。で、上はこんな感じ、合うかは別としてくださいね、上と下。え、いい感じじゃない？普通に考えて、こんなに私にジャストフィットの服ないよ。てかちょっと今は髪の毛とね、この下の服とかがあんま合ってないんであれですけど、これも 2A のうちの1個で着てみました。いい感じです、かわいい、イエーイ。うちこれで多分ポニーテールみたいなことをすると、まあなんか抜け感が出てみたいなね、夏っぽくて可愛くなるんじゃないかなって思います。じゃあ最後もう1着だけ着てみます。シュー、よいしょ、よいしょ。はい、というわけで、もう一個着てみました。それがこちらです。リリ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 ン。え、かわいくない？普通にいいと思う。じゃん、こんな感じです。私こういうの好きなんですよ。ヒラヒラーってしてて。あの、さっき一番初めに出てきたやつなんですけど、これがなんか、本当は黒が欲しかったの。黒に線の白生地、白いこう線が欲しかったんですけど、ただ黒が再販みたいな感じで再入荷を待って5月とかだったんですよ、届くのが。早く届く方にしたんですけど、でも白でもね可愛かったですね、とにかく。ただこれウエストが結構キュッてなるので、あの絶対大食いとかには向いてません。いいですか皆さん、私も絶対着ていきません。お上品な、まあ大食いとかしない時にちょ着たいなって思います。お腹出ちゃうからさ、今日はお腹へこんでるなって日にこれは着ようかなと思います。ただこの上のデザインがもう大好きな感じなので、まあ、全て愛用していきたいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで以上です。今回は JK にもなったということで、気になってたグレールさんで夏服を大量に購入しました。それ全部ね当たりだったので、皆さんもぜひあのお買い物にしてみてください。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。え、めっちゃ良くない？イエーイ。
グレールは結構見やすかったですね、サイトとかも。なのですごいなんか欲しいものをバン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 カゴに入れて、で一気になんか4万円ぐらいになっちゃったので、すごい減らして1万6000円になりました。